はい、皆さんこんにちは。坂木敦史でございます。6時ですね。今日は昼寝も長かったんでですね、起きるのも遅かったんですよね。二度寝をしてしまいましてですね、朝10時頃に 目が覚めたというか、布団を抜け出してですね、でも仕事始めたのが11時前ですからね。仕事って今日は喋ることしかしてませんけどね。はい、行きましょう。今朝ですね、毎日、この大統領、アメリカ大統領選挙関係やってるんですけど、今日これ2本目でして、1本目はですね、ハリスさんの方がですね、パーセンテージの高い調査が出たんで、今朝それをについて1本申し上げて、いや、可能性あんでという話をさせていただきましたけども、やっぱしね、いろんな意見があるわけでして、これは昨日出ていましたですね、大原博先生。現代ビジネスですね、政界と重鎮との交際疑惑も、ハリス副大統領では絶対にトランプに勝てない深刻な理由というタイトルでして、絶対トランプに勝てない深刻な理由を一生懸命探したんですけど、なんかそれらしいのがないんで、まあそういう原稿ですけども、いくつかですね、大原先生挙げておられるのがあってですね、一つはですね、このハリスさんがですね、カマラ・ハリスさん、インド系でありアフリカ系であってですね、マイノリティの票を集めるんちゃうかというふうに見られているんですけどもですね、その彼女は移民には冷たいらしいんですね。で、その ひたすらですね、こう、アメリカに来るなみたいなことをですね、おっしゃっていた経歴があるんですね。ね、だからですね、移民の支持が得られないんちゃうかというふうなあれですね。で、あとはですね、ハリス、なんて言いますかね、スキャンダルが出てきそうやと。あれですね、男女間の話でしてですね、それに、こう、類するものが今後出てくるんじゃないか。過去に一回そういうことがあったそうなんですね、ハリスさんに関しては。なんで、それが出てきたら一発でしょうね、という話ですね。そこに終始をしています。今、それについてはですね、僕らがおにゃにゃ言うよりもですね、トランプ陣営が一生懸命探してるはずですからですね、何かあるんであればそのうち出てくると思います。そもそもハリスさん人気がなかったのは確かで、そのこともルル書いてありますけども、副大統領の支持率は常にバイデンよりも低かったというふうに書いてありますね。ただね、非常にこれタイミングが良かったと思うのはですね、割とギリギリになってですね、もうバイデンあかんやんっていうのはもう世界中の人がそれを見てしまったわけですよね。バイデンあかんやんっていうのを見てしまった。で、あ、どうなんの、あのまま行ったら負けるやんみたいな。ところにハリスさんが出てきたんでですね、タイミングが良かった。つまり、遅すぎたと言ってると思いますけども、いや、もうこのタイミングが一番でしょ。良かったんで、みんな期待の星でですね、あ、これでミスミスですね、負け戦を戦わなくて済むやんというのが民主党支持の人のですね、本音ではないかな、ほっと胸をなで下ろしたというあたりが本音ではないかなという気がします。これで戦えるやんというふうになったわけであって、だからがぜ民主党陣営は息づいてるでしょう。で、ここにも書いてあるんですけどもですね、ペロシさんまでは今支持をしたんですね、ハリス。オバマがしていない。オバマが。オバマさんというのはですね、バイデンさんのボス、まあ、投資下のボスですけどね。で、割合今はまだ民主党内では隠然たる影響力を持ってるんですよ。そのオバマ夫妻がですね、ハリス支持を言っていない。クリントン夫妻までは行きました。ペロシさんという民主党の議会内の重鎮もですね、ハリス支持に行きました。でもオバマは行っていないからですね、今一つですね、何度も申し上げているように、ミシェルさんというね、オバマさんの奥さんというのは、これは民主党内では絶大な人気を誇ってるんですよ。で、ミシェルさんが出れば勝てると言われてるんですよ。で、政治家としての経験ないですけども、ファーストレディとして8年間ホワイトハウスにいたんですね。で、オバマさんと様々なこうやり取りがあってですね、まあ言ってみれば経験者みたいなもんですよ。言ってみればミシェルさんって。だから、ミシェルさんが出てきたら、ですね、トランプに勝てるというふうに言われていました。ただし、私何度もここで申し上げている通り、ミシェルさんっていうのはパンダハガーなんですよ。大の日本嫌いなんですね。
で、ミシェルさんが出た時にはそっち方面が攻められます。お前中国のエージェントやろと。それ今の中国では、今のアメリカではですね、お前中国のエージェントやろって言われるのはかなり致命的なんですよ。で、これそこにはですね、割とエビデンスも出てくるんですね。でもまだ一部、まだ 3% ぐらいミシェルさんの可能性は残ってるんちゃうんかなと。で、ミシェルさんがホワイトハウスに入ればオバマさんも入りますからね。当たり前に家族でも。そうでしょ。そうするとですね、後ろで操ってるみたいになるわけであってですね、まあアメリカの民主党の人にとっては幾分それはありがたいと。私は大嫌いですけどね、オバマさんっていう人が。ミッシェルさんという人もよく知りませんけども、向こうが日本嫌いやったから、やっぱりこっちも嫌わなあかんやんと。まあそういう風になってしまいますね。聡明で賢いし、旦那上回るんちゃうって言われてますけども、この時代にね、パンダ派がになってるということ自体ね、聡明とは言えませんよ。はっきり言って。まあ世間の評判は知りませんけどね、私はそう思います。なんでパンダ派がないんやと。こう目が曇ってるんちゃうかということですね。中国人のですね、家政婦さんみたいな人と仲が良くなりすぎてるというふうに言われてましたけども、その家政婦さんが多分中国政府とつながってるんですね。まあだからオバマ政権ってですね、中国にはかなり優しかった。かなり優しかったんです。はい。まあ、操られていたようなもんですね。で、バイデンさん自身もですね、パンダハガーと言われてますんで、今やっぱり中国政府のね、暗い影がやっぱしね、ホワイトハウスでチラー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 と、トランプさんはそういうこう、カラーがなかったですね。なんでですね、もし中国が動くとすれば、このカマラ・ハリスよりもですね、ミシェル・オバマを大統領にする方向で動くんちゃうんかなと。だからまだわかりませんよ。8月19日ですね。で、このカマラ・ハリスさんの場合は、もしかしたらこのセックススキャンダルってやつですか、こう下半身の何か疑惑が出てきた時にですね、弱いんちゃうかなと。それでですね、なんと言いますか、今マイノリティ票がですね、移民に優しくないということで逃げるっていう話しましたけど、これで女性まで逃げたらもうアウトですよ。女性票もですね、こう逃げたら、いやーきついんちゃうのということになりますね。まあどうなるかはわかりません。まだですね、クリーニングは済んでいないという感じがしますね、このカマラ・ハリスさんについては。今、トランプ陣営が猛烈な勢いでですね、荒探しをしています。で、多分9月のですね、テレビ討論に備えてですね、その直前に出してくるんちゃうかなと。まあだから今はリサーチ期間ということになりますね。まあこの後もまたですね、男女ですからね、今度対決はですね、スキャンダル合戦になるんちゃうかなという気がしますね。はい。一応この大原先生のですね、記事のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。